お邪魔します。今日はですね、僕が考える理想のデートをやっていこうかなと思ってます。一応ね、インターン生のスタッフが来てくれて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみですか？あ、まあじゃあ乗れよ、今。あ、オッケーです。連れてってやるからよ。よろしくお願いします。あ、そうです。本日はありがとうございます。あ、もう全然全然、本当にいつでも近いんで。ああ、まあそうですね、近いですね。はい、車も使えるんで。いやー、なんか逆になんでそんなしてくれるんだろうみたいな。なんかあれなんだろう、あれなんだろう、なんだろう、なんだろう、なんかでもすごい好き好きっていう。ありがとうございます。ですね、なんか YouTuber ってあんまり自分見ないんですけど。ああ、そのやめっちゃ天気いいですね。撮影日和って感じです。そうですね、日給今日1万円とかでいいですか？いや、全然全然、自分本当にマジでこれ。いや、でもなんか逆にでも、はい、奴隷労働させてると申し訳なさ。なんか自分こういうの楽しいんですよ。あ、普通に好きでやってるから。別にお金欲しくてやってるんですよね。お金持ちなんですか？お金持ちではないですよ。変なところあるんで、なんか人が嫌だなっていう、やりたくないなみたいな感じの作業って案外好きだったりする。ド M みたいな。そうですね、だから運転しろみたいなこと言われたらちょっと喜んじゃいすぎて自分もあれなんですよ、ね、あんまり人と話すの得意な方ではないから、ちょっと緊張してるんですけど、あんまり。私自分高校も卒業したんですけど、マジで不登校だったの。あら、だからあんまり気を使わない方がいいと思います。いや、もう何にも使ってない。本当に。逆にでも、はい、今まで何回か編集とか、あ、はい、あれしてこの人冷たいなみたいな、なかったですか？いや、特には。あ、そうですか。みんなもっと冷たいです。あ、そうですか。やった。YouTube は結構深いですね。あらら。でもなんかコラボとか聞いてると、なんかみんなビジネスビジネスしてるんだなって感じがします。そうっすね、本当に。そうっすよね、 YouTuber ちょっとあんまりあれっすよ、結構本当にヤバい人ってヤバい人と会話みたいなのあるじゃないですか。会みたいな。はい、なんかその三本線の辺なんで。はいはいはい。こう話聞くんですけど、なかなかっすよ。じゃあ編集ってなんかやってきたもんなんですけど、なんかその本人が多分やった方がおもろくなるのかなってなんか思っちゃったんですね。まあ、若干あれな、なんか若干ありますね。型にハマってない YouTuber みたいな人はやりづらいですね。やりづらいですね。パターン決まってる人とか、もうちょっとハメたかったなっていうところあります。もうちょっとハメたかった。もうちょっとハメたかったです。あ、ハメたかった。編集、はい、自分でやめる理由ってあんまなくないですか？まああんまないですか。頻度とかも、まあそうなんです。客観的に見るとなんかたまにメンヘラになって全部消したくなるみたいな、まあ、あ、主観的にはあるかもしれない。よくわかりますね。確かにめっちゃ危ないですね。田中さんいいなって思ったのももう一つあって、距離近いじゃないですか、その運転とかするときに。ああ、そう、そういうことですか。心の距離かと思いました。あ、そういうこと。心の距離。心の距離とは、だから物理的に距離が近いから、はいはい、いいですよね、それ。ああ、はいはい、そうそうそう、あのマジで本当にそれが一番いいですね。人に言って東京とか行くのめっちゃめんどいんで。めんどくさいです、ね、
奈良校だったんですか。奈良市の高校ですか。奈良校のサッカー部だったんですけど。ああ強いじゃないですか。そうですね、結構ちゃんとやってました。でもなんか馴染めなかったんですけど、ね、マジで人間関係ってむずいんですよ。自分集団行動苦手なんで。そうですね、自分まだ21なんで若いですね。21でこんなことやってたらやばいですね、将来が。このあのね、イオンにやってきました。天気いいですね。はい、今日は撮影日和ですね。フードコートって今何があるんですか。やっぱりあのポッポみたいな、ポッポ銀だこ31みたいな。ああ、丸亀とかありますよね。あります、長崎ちゃんぽん。まあ、とりあえず行ってみてって感じですね。ごちそうしますんで。え、本当ですか。合流しましょう。じゃあここで合流ですね。そうです、フードコートデートで。恥ずかしいですね、いかにも撮ってますみたいな、なんかバレバレなのが恥ずかしいですか。恥ずかしい。なんかちょっとあれですか、ちょっと自然にやった方がいいですか。上空から手振り返してくれました。マジですか。撮っとけばよかった。僕のこと好きなのかもしれない。あの2人ですか。左の子が振り返してくれた、はい、ちょっとあれですね、これ好意あるかもしれない。あるかもしれない。お、銀だこがありますね。あります。長崎ちゃんぽんも。お、結構ちゃんとしたフードコート。銀だこってこんなうまかったんですか。うまかったんですか。ありがとう。食べさせていただきます。全然聞こえないです。長崎ちゃんぽんめっちゃ美味しいですね。そうですね、体に良い食物繊維が非常に多く入ってるっていう感じがします。たこ焼き熱いんで気をつけてください。あ、ありがとうございます。コクがありますね。熱いですか。サーティワン食べます。アイスデート、デートって言ったらアイス。アイス。普段家で何やってるんですか。本当に今こうポイ活してます。ポイ活。はい、ポイ活ってなポイント、ポイ活、一番ポイントが貯まる決済方法を研究してます。今日、あれじゃないですか。ショータイムじゃないですか。はい。なんか、もうちょい慣れれば、なんか、もっと会話に困らなくて良くなるかなって思いますね。今慣れてないから、なんて言うんだろう。あんまりどういう会話していいのかって思いました、ね、え、なんか逆に僕は、はい、話し終わったら、はい、話すことないなって最初は知らないこととかあるから聞くけど、知り終わったらもう話すことないなって感じします。あんま深掘りもしなくていいですか。じゃあアイス食べますか。はい。学生の時、女の子とフードコートデートしたことあります。いやー、ありがとうございます。自分もないです。でもなんか、イメージはありますよね。
存在しない記憶みたいな。ああ、自分が作り出した妄想みたいな。そうですね。はい。一カップ二人で食べますか。アイス。イチャイチャ。イチャイチャ。カップでいいですか。まあ、ポーンでイチャイチャキモい。キモい、キモい、キモいですね。あ、トッピングシャワー一つと、クッキーアランドクリーム一つ。サイズですか。あ、スモール、あれ、まあ、レギュラーだ。ちょっと待って。あ、スプーン1個しか。もしかしてガチモノゲイだと思われた可能性あります。もらいました。うん、さすがです。そういう声をかけるみたいな抵抗ないんですよ。声のかける、あ、店員さんですか。ちょどってると逆に気まずくなるから、あ、無理してでも行っちゃうみたいな。なんか僕それだったら言わずにもう走るタイプです。一発目でどこまで行けるかみたいな。新学期の、そうです、デビューみたいな、大学デビューの心情みたいな感じです。美味しいですね。あ、美味しい、美味しいです、ね、美味しい。ハーゲンダッツより美味しい。ハーゲンダッツより美味しい。はい、あ、美味しいですね。美味しいですね。確かにちゃんとしてますよね。してますね。このクッキーとかもちゃんとしてる。なんかめっちゃ滑らかじゃないですか。そうですね。なんかバターみたいですね。割合が結構ちょっと完璧完璧みたい。ああ、そうですね。ちゃんと練られてるみたいな感じがしますね。やっぱ企業努力でこういうとこですね。本当にうまい。そうですね。でもスモールでも結構一つでかいですね。そうですね。企業努力です。あ、フードコートで。じゃあこれで遊べますね。モーリーさんたち早かったっすね。ちょっとあの NG がまさかの撮影禁止。全部あのメダルゲームに入れて、ね、メダル崩し、あれ全部循環させてるだけなんで入れても意味がないっていう。あ、儲かることはないと。儲かることはない。どうします。ドライブでもします。どこでもいいっすよ。田中さん出番っすね。怖いよ。なかなかっすね。なんか落ちてる。